そういえばさ、最近さ、めっちゃ面白い漫画見つけたんだよね。面白いっていうか、なんかもうマジ推しができそうになった。推しが少女漫画なんだけどさ、あれなんていうダメだったかな、ね、リビングの松永さんだったかな。少女漫画なんだけど、なんかシェアハウスしてる高校生と、そのシェアハウスのお家に一緒に住んでるなんかデザイナーの男の話なんだけど、めっちゃ面白かった。次の巻で完結しちゃうんだけどさ、今10巻まで出てて、ちょっと少女漫画好きなら読んでほしい。マジほんと、ねねは主人公にこう肩入れするタイプだから、いやねねは一体全体松永さんかりょうくんか、一体どっちを選べばいいんだって主人公の気持ちになりながら考えてる今。どうしたらいいんだ、取り合われる女って辛いなって。え、なんで知ってんの、なんでミーコ知ってんの。おいおい、今調べた、もしかして。そう、ねねミーコになって、主人公ミーコなんだけど、ねねミーコなんだよ。そう、気持ちはミーコ。松永さんがかっこよすぎて、気持ちはもうミーコになっちまった。わっ、いるお客様。ちょっとダメだよ、松永さんになって帰ってきな。これ松永のゾンビだった、マジ松永のゾンビだったらちょっと助けんとな。ちょっとね、もうねえ、もう松永さんのためにデザインを考えてあげないと。なんか女子高生と、何歳、松永さん何歳だったかな、28だったかな、28歳あのデザイナーの恋の話なんだけど、だから10個差くらい。よくねーと思って。すごいんだよ、メガネなんだけど、松永さんが黒縁なんかな、すっごい似合ってるメガネが。それをみんなに言いたかった。松永さんマジで本当にメガネが最強似合ってるって。ほら、松永さんの話してたらめちゃくちゃ綺麗になった。メガネの、そう、メガネの名前がまた違う。メガネの人の名前が松永さんだよ。メガネが松永じゃないよ。それは、それ、新八論じゃん、それ。メガネが本体ですかって。で、松永さんはちゃんとメガネが本体じゃないタイプだった。メガネが松永さんで、人の方はボブって名前なんだ。すごいじゃん。洋風だね。あ、なんか少女漫画、面白い少女漫画ないかな、他になんか知ってる人いない。なんか久しぶりに少女漫画読むとね、やっぱいいなってなる。メガネにさん付けすん、松永さん、メガネの方なんて言うんだろうな、名前おじさんだから分かる。おじさん読もうよ、姉と一緒に。リビングの松永さん、あ、リビングの方じゃない本体は。なんかいつもそのシェアハウスの共有のリビングにいる人っていう感じなんだよ、松永さん。リビングに置いてあるメガネが松永さん。どうしてもメガネにしたいじゃん、みんな。リビングでメガネの松永さん、それはでも合ってるわ。リビングだろうがリビングじゃなかろうが、あのメガネをかけてて、で、その JK のミーコが、たまに、こう、ふとした瞬間に、松永がメガネを外した姿にキュンとするみたいな。あるあるだよね、なんかもう。ギャップ萌えみたいな感じ。ねえねえ、王道の少女漫画大好き、そういう展開。あの、あれとかね。よくあるやん、なんていうの。転校してきた主人公が、なんか登校初日にヤンキーに喧嘩売っちゃって、なんかそのヤンキーにむちゃくちゃ絡まれてるうちに、なんか「え、もしかしていいやつ?」みたいな。「もしかしてこいつ
いいやつみたいなさ、そういうのとかもすごい好き。ああ花壇、そう花壇みたいなのも最高でんな、まあ、やめられないよ。あとなんだろうな、あと何、あと何かな、ね、ニセ恋、ニセ恋どうなんだっけ。待って、タイトルはわかるけどお話の内容が出てこない。雨の中子犬に傘さしてそう、あ、ヤンキーが、わかる。いや、子犬でもいいけど、ヌヌ的にはあれだな、あれでもいい、おばあちゃんにめっちゃ優しいとかさ、なんか荷物持ってるところ遭遇しちゃってさ、あん誰にも言うんじゃねえぞって主人公にキレてくる主人公みたいな、よくない？よくない？めっちゃ優しい笑顔でさ、普段一切笑わないのに、その時だけめちゃくちゃ優しい笑顔でおばあちゃんに、おばあちゃん大丈夫、腰痛くないとか言ってて、でそれを見ちゃった主人公に、あん、お誰にも言うんじゃねえぞみたいな感じでキレてきて、なんかお前本当に言ってねえだろうなって言って、なんかもう付きまとってくるみたいな最高。おい誰にも言ってねえだろお前、もうほんと誰にも言ってないよみたいな、だって言う友達もいないしみたいな、俺も友達いない、一緒だなみたいななんかあーたまらん、素晴らしい、いいじゃないの。隣の怪物くん面白かった、隣の怪物くんめっちゃ面白かった、それもさ、だってどっちかって言ってそっち系だもんね、なんかいやーたまらんな。いやでもね、ね残念なことにね、こう部活にね、あんまり思い入れがなかったタイプだったから、なんかその部活動のマネージャー系とかの話にはあんま惹かれないんだよな。あ、野崎くんね、野崎くんはいい、あれはまた違うタイプの少女、あれはでもさ、気づいてもらえない千代ちゃん可愛いだもんな、不憫可愛いみたいな、なんかそのリビングのなんか松永さんを読んで、その後にママに電話して、なんでねねってなんかその主人公のみーこちゃんはなんかその基本的にその周りの人に取り合われるタイプになってくんだよね、だんだんとみんな惹かれちゃうみたいな、みんなみーこの魅力に気づいちゃうみたいな感じで、取り合いみたいな感じになるんだけど、駆け引き試合みたいな、男同士が知らんとこで取り合ってるみたいな感じなんだけど、ママに電話かけて、なんでネネは取り合われる人生ではなかったんだろうって言ったら、だって友達にそもそもいないもんねって言われて そもそも楽しい学生生活送ってたっけって言われて、そっか、これは漫画だから、漫画だから面白いんだっつって寂しくなっちゃったストレートだって、いやもう昔からなんか謝られたことあるもんね、ママに、なんかごめんね姉ちゃん、なんかそのあんまりそのお友達とかこうできる感じの子に育ててあげられなくてって言われて、別にいるもんいるにはいるもんって、そう、いいんです、ねねは辛辣すぎるって、いやまあでもそんなもんよ、いやいいじゃん、ねねがいないの分かってるのに、いやもうねねちゃんはもうすっごい友達いた、もう100人いた、もう1000人いたって言われるよりいいわ、そっちの方が切ないわ、もうもはや